家庭菜園ライフ。蕨市で菜園をやっております上田と申します。今日は購入した種を無駄なく発芽するためのコツをご紹介します。皆さん、そろそろ夏野菜の育苗を始める時期だと思います。こちらの種を見てみてください。今年はこのポリッキュー巻きたいと思ったんですけど、実は7粒しか入っていないんです。これで500円ぐらいしてしまうので、間引きをしてしまうととってももったいないので、7粒全部発芽させたいと思います。育苗をしたり間引きをしたりして、種がもったいないなと思う方はこの方法をぜひお試しください。最後に以前いただいたコメントにご返信いたしますので、最後までご覧ください。またコメントもお待ちしてます。まず使う道具を紹介します。これメネレールという、植物活力剤になっています。タッパが1つ、そしてコットンが何枚か、そして今回はミニトマトの種をまきたいと思います。トマトは一部品種は数粒しか入ってないこともあるので、ぜひこの方法で全部発芽させてみてください。こちらのメネレールは挿し木や種まきやハイドロカルチャーなどで、使用する活力剤になります。農薬や肥料とも違いますので、野菜の苗などにも使用できます。この使い方なんですけど、100倍液を使います。ですので2リットルのペットボトルにキャップを2杯を入れて満タンのお水を注いでよく振ってから使います。でこちらが100倍液のお水になります。では種まきをしていきたいと思います。コットンをこの溶液の中にちょっとこう沈めていただいて、よく含ませます。このコットンの上に置いていきます。何粒でもばらまきでも大丈夫なんですけど、発芽した時に根っこが絡んで切れてしまうのがもったいないので、まあだいたいこれで4粒ぐらいでいけると思います。蓋をしてホットカーペットとかこたつの裾の中にちょっと入れておいていただくと、だいたいトマトの発芽温度、ここには15度から30度と書いてありますが、この温度になりますので、発芽日数この品種に関しては5日から21日で発芽してくると思います。で発芽させてからポットに植え替えてやると確実に苗になってくれます。溶液は交換は必要ありません。もし足りなくなったら溶液を少し足してあげてください。2つ目として、ホットカーペットを常につけておくことが難しい、温度の管理が一定にすることが難しい場合には次の方法があります。人肌で発芽させています。開いてみましょう。自分のお腹に北海道も入っています。そこに、ジプロックに浸した今の溶液に入っている種をまいています。実際にこちらでやってみます。種をまいたコットンの上にもう1枚コットンをかぶせて、よく溶液を染み込ませます。そしてこれをジプロックの中に入れて完全に封をしてしまいます。そしてタオルなどで巻き込んで、で温度計を1つ入れとくと目安になります。北海道を種と一緒に入れて、暖かくなる方を自分側に持っていって、人肌で種を温めます。それでは発芽してからの管理方法をご紹介します。ちょっとトマトの種だと見えにくいので、スナップエンドウの発芽したものを持ってきました。このように種から芽と根が出ています。種まき用土のところへ植え付けていきたいと思います。これが種まき用土です。でこの下に先ほどのメネデールの溶液が入っています。で足りなくなったら足し込んでください。この苗が活着するまではこの溶液の中で育てます。で穴を開けていただいて、根っこをもちろん下にしてもらって、
周りをちょっと押さえてあげます。トマトの生育温度になるまで少し時間がかかりますので、やはり日当たりの良い窓辺の温度の上がるところで育ててください。この溶液を使っていただくと確実に発芽もしますが、成長も促進されます。 100% とは言いませんが、かなり成功率は上がると思います。それでは以前いただいたコメントにご返信したいと思います。こちらのポインセチアの動画にコメントをいただきました。コメントをいただきましてありがとうございます。今後もお待ちしてます。ポインセチアを買ったばかりで不安でした。ありがとうございます。以前ご紹介した挿し木した株はこういう風になりました。今回ご紹介したメネデールもそうなんですけれども、うまく資材を使うとこのように元気に植物を育てることができます。野菜にも使えるものがあるので参考にしてみてください。今日は無駄なく種まきする方法をご紹介いたしました。数が少ない種を買ったらぜひお試しください。この動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。